皆さんこんにちは、プラハでピボです。本日8月19日土曜日、ただいま3時を過ぎたところ、気温が34度というね、ものすごく暑い天候ですけれども、テンポプラハのスタジアムに今向かっています。昨日よりチェコシリーズが始まりまして、今日は第2戦目ということで、もう3時プレーボールということで試合が始まっているわけですね。応援の太鼓の音も聞こえていますが、今日はそのチェコシリーズ第2戦を観戦したいと思います。さあ、今まで私が来た野球観戦の中では初めてこんなに盛り上がってる。入場料ここで払います。入場券100コルナです。ワンフリーサービスのトークンがもらえました。さあ、スタジオ名刺です。パーレックプロフリーク、チェコ版ホットドッグ、そしてコーボラ。こんな応援があると嬉しいですね。やっぱりチェコシリーズ第1戦初戦でしたけれども、3対2でドラツィ・ブルノが勝ってるんですね。テンポプラハ主砲のミナルジーク、第3打席目。第2打席はね、初球を打って内野ゴロだったんですよね。ちょっとこう期待したいです。1塁2塁ですからね。すごい、おー、スリーランホームランだ。逆転です。かっこいいね。テンポとしては追加点が欲しいですね。おー、見逃しの三振。これは判定が、判定に。7回の裏ですね。もう暑いけど応援団帰る気配ありません。しかもなかなかいい試合だからね。さあ、7回裏のテンポプラハの攻撃、主砲ミナルジーク選手から。先ほどは素晴らしいホームランでしたが、三振。今回は完全にテンポプラハビーキ、プラハでピボです。おー、抜けた。レフト前ヒット、ゼレンカ選手。バッターはセカンドを守るネベジールさん。ネベジールだって、直訳すると信じなかったっていうような意味になりますね。さあ、ミスター信じなかったネベジール。さあ、行けネベジール。ファーボール。バッターはサードを守るフルヒー選手。さあ、3ボール1ストライク。もう1球見るでしょうね、多分。おー、ファーボール。ピッチャー交代。さあ、ここで追加点があると結構。おー、おー、センター前ヒットになった。2点が入って、おー、これで7対4。これはちょっと勝利に一歩近づいた。9回の表、ドラツィブルの最後の攻撃。ここ3人でピシャリと抑えれば第3戦からの励みにも なりますね。さあ、夕方6時過ぎましたが、気温は30度下回りません。聞こえますでしょうか。
テンポの応援です。子供たちにサインをするミナルジック選手、いいですね、こういう光景はね、どの世界も。はい、そしてチェルベンカ選手来ました。やっぱりヒーローですね。カードにサインをしてます。今日も入場料100コロナ。今日も多くの応援団、そしてなんか少年野球の大会があるらしく、子供たちが結構来てますね。チェコシリーズ第4戦3回の表に間に合ってます。ピッチャーがね、なんとミナルジーク選手、2メートル超えのミナジック選手がねピッチャーできるんだね。そしてキャッチャーがチェルベンカ。さあ今回も完全テンポプラハビーキ、プラハでピボです。おー、チェンジ。さあ今日は二刀流のミナジックが、わー三振。一発しか狙ってないような気がするな。おお、まあいい。ピッチャーで抑えてくれれば今日は。今日も応援がすごい。あの高さから投げられたら困っちゃうよね。うわ。うわ。サードゴロ。こちらのテントの下が実況席です。そうです、今日はね第4戦目なんですけど、今のところ1勝2敗です。第1試合ドラツィブルノ、第2試合テンポプラハ、第3試合はドラツィブルノが勝利していて、今日第4試合、はい、3回の4回の表、4回もの表もそつなく抑えました。おお、子供が場内アナウンスをしました。子供に場内アナウンスするのもね、いいですよね。おお、三振か。ゼリーと言われてるゼレンか。おお、おお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 さあ5回2アウト1塁2塁、もう4対0でね、だいぶリードしてますけど、油断はできない。サードゴロ。おお、自分で踏めやがったのに。これはさあサードフルヒー、悔しい気持ちはわかる。ランナー2塁3塁、さあここは抑えたい。あー、
左中間抜けた。あーこれはサードやっぱ痛いね。本当ああいうエラー1個でアウト。あーよかったよかった今のはね。8回の裏はめちゃくちゃね打順がいいです。チェルベンカ、プティ、ミナジーク、スモラと続くのでここでね点取りたいでしょうね。ここで点取って次抑えれば勝つっていうねパターンだから。おーセンター前。ミナジーク選手とスムラ選手見守ってます。ベンチの様子です。さあセンターフライの間に2塁から3塁へチェルベンカタッチアップ。ワンアウト3塁だから外野フライでも1点の可能性が出てきた。ここで主砲ミナジーク、アウト、アウト。さあそしてこれまで2三振のスモラ、2三振3三振とにかく調子が悪いスモラ選手ですけど、ボークとかの進塁もねこれはなかなか。さあ一発かましたれ。あー惜しいセンターライナー。9回の表です。4対4、フォアボール。あーうまい。さあ周囲がみんな期待しています。なぜなら先ほどホームラン打ってますからね。9回の裏ゼレンカからゼリーと呼ばれています。ここで一発出たらもうさよなら。みんな期待しちゃいますよね。おーキャッチャーフライかこれは。そうね。さあ鍋汁ボール。おお、レフト前ヒット。店舗の子供たちも応援しています。さあフルヒ頑張れ。おお、おお、フォアボール。さあ9回の裏ワンアウト1塁2塁、めちゃくちゃサヨナラのチャンス。あーエラー誘発もあるからね。あー攻めた、インフィールドフライ。セカンドフライで1塁2塁2アウトに変わりました。バッターブラッシュかヒット出れば1点入るでしょう。さあチェルベンカまで回したいけどヒット欲しいですね。すごいテンポの応援。あー三振か。そう延長戦はタイブレイク方式なのでもう1塁2塁ですよ。はい2ストライク。さあここも押さえておきましょう。あー頭にデッドボール。おーおー
が行って入りました。2アウト OK。 さあ10回の裏タイブレイクでね、ノーアウト1塁2塁ですから、それでチェルベンカ、これもホームラン打ったらさよなら。さあ2ストライクだよ。おお、センターフライ、うーん、もうミナジー君にかけるしかない。さすがに満塁にはしないだろう。1球目から打つ気満々だね、彼はいつも。さあ期待しちゃいますね。低め低め、さあ須村調子が良くないからね。さあ一打サヨナラだよ。あお、さあ今日一番の大盛り上がり。おお、あー三振か。12回の裏、もう8対8です。すごいね、白熱した試合で、またチェルベンカーも本当これでサヨナラのチャンス。12回の表を0点で抑えたのが大きかったです。子供たちの応援もすごい。さあこれは期待大。12回の裏、ノーアウトランナー1塁2塁になってますからね。プラハでピボ、チェコシリーズ第4戦サヨナラ勝ちです。はい、明日ブルノで第5戦ですね。いやいい試合だった、これは。今日はいい試合でした、本当にいい試合だった。お疲れ様でした。